どうも、石川です。はい、これよりですね、登録販売者受験対策講座、第1章の医薬品概論を始めていきたいと思います。はい、こちらの講座では市販のテキストは特に使用しません。厚生労働省から出ている、登録販売者の試験作成のための、手引き集というものを使っていきたいと思いますので、まだお持ちでない方は下の方にですね、URL 載せております。こちらの方からダウンロードしていただいて、PDF など、あとは PDF で印刷していただいたりとか、あとは、タブレットだったりスマートフォンだったり、そういったもので、ご覧になっていただいて、テキスト代わりに使っていただきたいなと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。早速ですね、私もこちら、プリントアウトしておりますので、皆さんもですね、ぜひプリントアウトしたりとかね、何か見ていただきたいなと思います。はい、それでは、こちらの、プリントの方ですね、もうちょっと見させていただきながら、テキスト代わり私使わせていただきます。では、1ページのところですね、医薬品に共通する特性と基本的な知識というところでの、1番目、医薬品の概論というところを見ていきます。はい、医薬品の本質と書いてあるんですけど、はい、ここちょっと見ていきますと、2行目ですね。医薬品も人体にとっては異物であると書いてあります。はい、医薬品、基本的に人体にとっては異物です。ね、お薬っていうのは私たちにとっては異物なんですよ。いらないものなんですね。いらないものなので、私たちの体では、まあこれも第2章のところでやるんですけど、肝臓で分解、代謝という形で解毒しております。なので、いらないものは肝臓で解毒しているんですね。はい、ここ、ポイントですよ。ね、なので、私たち、お薬というのは体の治療などを行うんですけど、基本的には体にとっては異物なものです。ここポイントなので、しっかりと押さえておきましょう。はい。で、その後ですね、また医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐にわたり、その全てが解明されていないためというところ。はい、ここもポイントです。医薬品っていうのは、その全てがまだ解明されてないですね。なので、なんでそういう作用があるんだろうっていうのは、分かっているものと分かってないものがあります。例えば、血管をなぜだか分かんないけど、拡張しますよ。でもその、なぜ拡張するのかっていうのが分かっていないお薬もあったりします。なので、すべてが解明されていないよというところで、ここね、登録販売者の問題だと、すべてが解明されているとかって出てくる場合がありますので、このあたり気をつけておいてください。はい、では続きいきたいと思います。その下ですね、上から1、2、3、4、5行目のところに書いてあるんですけど、人体に対して使用されない医薬品についても、例えばというところで、基本的にここに書いてあることは、お薬、通常私たち飲んだとして、例えば風邪薬とか飲んだりすると、風邪に効くお薬、ね、これをまた詳しくは第3章のところでやっていくんですけど、好ましくない作用、好ましい作用、さまざまあります。ね、例えば、先ほど言った、風邪薬とかだと、風邪の症状を抑えるのはいい作用として、主作用として捉えたりしますけど、風邪に対して、ね、関係なく、例えば眠くなるような作用が出てくるもの、こういったものっていうのは、通常好ましくない作用として、副作用として捉えていきます。なので、私たちのお薬というのは、主作用、副作用というような形で、人体に、影響を及ぼしてくるんですけど、そういったところで、ね、例えば人体に直接使用しないものでも副作用として出てくることがあります。何かというと、このテキストのところでは、例えば殺素剤や殺虫剤、それからあとは、検査薬、こういったものでも人体に直接使用しないけど、私にとっては、ね、副作用が出てくるものがあります。ね、例えば殺虫剤、ね、殺虫剤シューって虫とかを殺したりとかするんですけど、それを、ね、通常虫とかをシューって殺したりとかするんですが、間違えて体にシューってかけてしまいました。ね、通常人体に直接使用しないけど、体に副作用として、ね、シューってやった場合は、
例えば目に入っちゃいました、ね、目に対して副作用が出てきたりということがありますので、人体に直接使用しませんけど副作用として出てきます。あとは検査薬、例えば妊娠検査薬、妊娠していないにもかかわらず陽性症状が出ましたよ、妊娠しているんだけど陰性症状が出ましたよ、ね、こういったところでもし妊娠していてもね、陰性症状、妊娠していないよっていうお知らせが出たときには、あ、私妊娠していないんだな、となって、じゃあ風邪薬飲んでしまおう、ね、その風邪薬飲んでしまったことによって、胎児に影響が出てくることがありますね。そうなった場合は、人体に直接使用しない、ね、検査薬使用しないけど、副作用として、ね、胎児に副作用が出てきてしまうということがあったりしますので、なので、まあ、直接的というよりも間接的に、起きてしまう副作用として、ここでは例として出ています。ね、このあたりも、テストに出てきたりもしますので、気をつけておきましょう。はい、では続き、ね、この1ページのこの下に書いてあるところはね、ざっくり読んどいていただきたいなと思います。はい、では、2ページ目ですね。括弧2番目、真ん中あたりに書いてあるんですけど、医薬品のリスク評価というところですね。はい、ね、やっとこちらの方を使わせていただきますよ。医薬品のリスク評価というところを見ていきたいと思います。はい、まずは、テキストのところですね、見ていきますと、医薬品は使用方法を誤ると、健康被害を生じることがありますと、医薬品の効果とリスクは薬物暴露時間と暴露量の積で表現される容量反応関係に基づいて評価されますよって言っています。はい、これ何言っているのかというと、お薬は、私たち、ね、常に使っているものもあると思うんですけど、お薬の投与方法や投与間隔、ね、例えば、1回1錠使いますよ、ね、1日3回使いますよとかいうものっていうのはどうやって決めているんだろうとなった時に、まあ、いろいろね、動物実験、人体実験を行ったりするんですが、まずは、ね、こちらに書いてあるように医薬品の効果とリスク、ね、どこまでで、この効果が出てくるんだろう、どこまでで副作用が出てくるんだろう、そういったものをグラフで表したもの、それを薬物暴露時間と暴露量の積で表現される容量反応関係に基づいて評価されますよと言っています。で、その後もね、投与量と投効果または毒性の関係はと言っています。ね、はい、これでグラフを使って、少し見ていきたいなと思います。はい、薬物暴露時間と暴露量の積というところなんですけど、はい、こちら見てください。はい、こちら、縦軸、横軸あります。ね、こちらの横軸に関しては、ね、薬物暴露時間という形で量を表しております。はい、そしてこちら、縦ですね。縦のところに関しては、暴露時間と暴露量という形で、ね、表しておりますので、なので、ここはですね、150と書かせております、書かせていただいてますけど、ここはですね、まあ、量という形で、こちら、時間じゃない、ごめんなさいね、失礼しました。まあ、こちら、量ですね、ごめんなさいね。で、こちらが、パーセントとさせていただきたいと思います。なので、ここらですね、投与量と、効果または毒性の関係ということで、投与量と効果または毒性という形で、グラフを書かせていただいています。そして、まずは、ここ、グラフが、これね、関数のグラフあって嫌ですよね。これね、数学のようなね、理系の内容にちょっとなってきてしまうんですけど、大丈夫です。大丈夫です。ゆっくり説明していきますよ。はい、グラフ2つあります。まずは、こちらのグラフ見ていきたいと思います。はい、ここでは、お薬ごっくんしました。
ね、ごっくんした時に効能効果として出てくる量を見ていきたいと思います。効能効果として出てくる量ですね。効能効果なんですけど、まずはお薬ごっくんしました。はい。ごっくんした時に、ここですね。グラフが上がっています。ね。ここ、グラフが上がっています。ごっくんしました。はい。そして、ごっくんした時に、ここですね。量が増えてきていますよね。なので、ごっくんした時に、例えば、一人の人に対して効能効果が出てきたよっていうところ、そこを最小有効量としていきます。なので、ここまで来ると、50人の人に対して効能効果が出てきましたよ。ここ、100人に対して効能効果が出てきましたよという量になります。はい。それを50、100という形で表しておりますので、例えば100人に対して、ね、まあ人間だとあれなので、マウスさん、ネズミさんに対して、100匹のネズミさんに対して効能効果が出てきたよ。50匹のネズミさんに対して効能効果が出てきたよという量にしていきます。50匹のネズミさんに対して効能効果が出てきたよというところを ED50 って言います。これは覚えなくていいです。ね。そして、ここ、赤で書かせていただきました。ね。ここは、最小有効量というところで、1匹のネズミさんに対して初めて効能効果が出てきましたよという量になります。はい。そのように、最小有効量から、治療量上限、100匹に対して効能効果が出てきましたよ。治療量上限の間のことを有効量または治療量と言ったりしていきます。はい。そして、ここの間は効能効果が出てくるんですが、ここの量に関して、ね、だんだん量を増やしてきましたよというところの、ここの量に関して、ね、効能効果が出てきませんでした。なので、そういったところを無作用量と表現していきます。はい。なので、ここの無作用量、最小有効量、治療量上限という形で、ここの言葉をしっかりと押さえておきましょう。はい。その後ですね。はい。治療量から、最小有効量に至るところ。最小致死量ですね。ごめんなさい。至るところ。中毒量と書いてあるんですけど、はい、この中毒量、ね、ここ、どん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 また量を増やしています。ね、量をどん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 増やしています。増やしていくと、もうここは100匹に対して効能効果が出てきてますよという量なんですけど、それよりも量を増やしていくということは、中毒域に入ってくるんですね。はい、その中毒域、足してきて、どんどんまたさらに量を増やしていくと、今度は最小致死量出てきます。はい、最小致死量なんですが、ここですね、100匹のマウスに対して1匹が死んじゃいましたよ。致死量なんで死んじゃいましたよという量になります。どん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 量を増やしてくると、今度はここ、100匹に対して50匹が死んじゃいましたよ。はい、ここ LD50 と言っていきます。ね、50% 致死量です。これは大事なのでしっかりと押さえていきましょう。ね、こっちは覚えなくていいんだけど、こっちは覚えてください。50% 致死量です。はい、そしてその最小致死量から、ね、最大の方まで行くところに対しての、値を致死量と表現していきますので、ここの LD50、そしてそれぞれの無作用量、治療量とか、致死量とかで一体どういう関係性になっているのかというところをしっかりと順番を追って理解しておいてください。はい、そういったことが、テキストのところにもですね、書いてあります。ね、無作用量、最小有効量、治療量、治療量上限というような形で書いてありますので、このあたり押さえておきましょう。
はい、それからですね、先ほどの薬物暴露時間と暴露量の積で表現されるというところの積、ここわーって聞いてくることがありますね。積って掛け算のことですよね。それを足し算のわーって聞いてきますので、ここのところも引っ掛けです。気をつけておいてくださいね。試験急いじゃってますので、積なのかはなのかっていうのを飛ばしてしまったりします。で、そのあたり、しっかりと押さえておいてもらって、確率の一手つなげていきましょう。はい、その後ですね、見ていきますと、少量の投与でも、長期投与されれば慢性的な毒性が発現される場合とか、少量の医薬品の投与でも悪卵作用とか、ね、臓器の機能不全を生じる場合もありますよというのも書いてあります。ね、その後ですね、見ていきます。新規に開発される医薬品のリスク評価は、ね、医薬品開発の国際的な標準化、括弧ハーモナイゼーションの制定の流れの中でと書いてあります。ね、ハーモナイゼーション。ね、はい、お薬の開発、ね、日本では厳密なお薬の開発を、メーカーさんごとにバラバラだったり困りますよね。品質管理だったりとか安全管理とか、ね、お薬の作り方、ね、マニュアルはそれぞれあるとは思うんですけど、お薬の安全性、ね、作り方とか、ね、いろんなことがバラバラだったりするのが困ります、ね、日本では厳密にやっていても例えば海外では適当に作っていたり、そんなことも困ります。ね、日本、中国、アメリカ、ロシア、ね、イギリス、イタリアとか様々な国があるんですけど、それぞれでお薬の安全性について、ね、基準がバラバラだったりすると、ね、海外に輸出したりとか、ね、そういったところでも困ってしまいますし、ね、ここのお薬が、ね、厳密に作られて、ここのお薬は厳密に作られていないというところでは困ってしまいます。そういったところで国際的な標準化を図っていきましょう、ね、基準をしっかりと世界共通なものにしていきましょう。そんなのがハーモナイゼーションというところですね、医薬品開発の国際的な標準化というような形で表現しています。はい、でその基準、ね、皆さん押さえていただきたい基準が全部で4つあります。その基準を、少し見ていきたいなと思います。はい、じゃあどんな基準があるのかというところなんですね。はい、その基準について、まずは、テキストの方を見ていきます。一つ目、非臨床試験の基準であるグッドラボラトリープラクティス GLP というものですね。はい、それからですね、その下の方に、2ページの下のところに書いてありますが、臨床試験における効果と安全の評価基準には、国際的にグッドクリニカルプラクティス GCP というのがあります。はい、なので、まずは2つ、GLP と、それから GCP というのを見ていきます。G なんちゃら P ですね。なので、ポイントとしては、ここ L なのか C なのかというところです。はい。で、GLP に関しては、ね、非臨床試験と書いてあります。そして GCP、これは臨床試験ですね。という形で書いてあります。はい、なので、非臨床試験なのか、臨床試験なのか、臨床試験というのは、病院だったりとか、クリニックだったり、いわゆる現場で行われている試験。ということで、ここで簡単に言うと人体実験、ね、クリニカルというところで人体実験に対する基準を定めたもの。こちらは非臨床試験、
ラボラトリーの L です。ね、ラボラトリー、ラボとかっていう単位表現しますけど、研究室、実験室、ね、臨床の現場ではないところで行っている基準を定めたものになりますので、まずはこの GLP、GCP、これ2つ関連付けて押さえておきましょう。はい、それからですね、その次に出てくるのが、3ページ目のところです。ね、3ページのところを見ていただきますと、今度は、GV、GPSP と GVP というものですね。はい、GPSP の P と S、GVP の V ですね。はい、ここは Good Post Marketing Study Practice として、製造販売後の調査及び試験の実施基準となっていますね。マーケティングなので、市場調査というようなイメージがありますよね。そして、GVP、ビジレンス、ね、警戒してくださいねとか、そういった意味があります、ね。なので、製造販売後の安全管理の基準になっています。はい。なので、こちら2つともですね、まず見比べていただきますと、GPSP、ね、ここに関しては、調査とかね、ね、試験の基準を定めたもの。GVP、ね、これは安全性。安全管理とね、書いてありますので、管理とちょっと書かせていただきます。に関する基準になります。はい。で、この2つ、ね、お薬を売った後の、ね、製造、販売後の基準になってますよね。はい。この2つは製造販売後の基準です。ね。製造販売後の調査試験、それから安全管理、こういった基準になりますので、このあたりしっかりと押さえておきましょう。特にこの上2つ、下2つをまとめて区別して押さえておくと、ここのところは解放スムーズに進んでいきます。はい。このような形で、3ページ目のところですね、それぞれの4つの基準見ていただいたと思います。はい。そして3番目、健康食品。ここに関しては、第4章の薬事関係法規のところで、見ていきたいと思いますので、今回のところは飛ばさせていただきたいと思います。はい、このような形で、他の章にわたっても、また、第1章もそうですし、他の章のところもまた、このような動画見ていきたいと思います。お気に入りの方はですね、下の方に、LINE アート、登録の方お願いいたします。はい、それではですね、ここで、この医薬品のリスク評価のことについてはおしまいにしていきたいと思います。どうもありがとうございました。